皆さんこんにちは。保健科学研究員の山内と申します。突然ですけれども質問させてください。この中で海外旅行に行ったことある人どのくらいいらっしゃいますか？あ、さすがに結構いらっしゃいますね。それでは海外で生活したことがある人どのくらいいますか？例えば1ヶ月以上滞在しているとか。あ、やっぱりかなり少なくなりますね。今日はですね、海外異文化で生活してそこに住んでいる人々の健康とライフスタイルを調査する、そういうお話をしていきたいと思います。私の専門は人類生態学といいます。英語ではヒューマンエコロジーといいますが、まさに字のごとく人類の生態、人間の生き様、そういったものを研究しています。具体的にはいわゆる発展途上国、開発途上国の農村部、あるいは伝統社会、そういうところに出かけていきまして、現地で住み込んでフィールドワークを行っています。人々が環境にどのように適応して健康に暮らしているかということを研究しています。これも最近よく言われることですが、途上国では矛盾した健康問題があると言われています。つまり農村部においては栄養不足、成長不良といったような従来型の問題、その一方で都市部においては肥満や生活習慣病といった私たちと同じような健康問題というものも現れてきています。実際に現地に滞在して現地で生活をすることによって人々の生活を調査します。そして現状分析、実態を把握します。それから健康問題を見つけ出していく、さらにはその問題の解決策についても調べていきたいというふうに目指しています。それではどのような方法論を用いて人々の健康と栄養を調べているのでしょうか。簡単にまず方法論についてご説明したいと思います。はじめに身体計測です。これは皆さんもおなじみかと思いますが、身長や体重を測る。ところが調査ではもう少し細かく測りまして、この写真は特殊な機械を使いまして、皮下脂肪ですね、皮下脂肪の厚みを測定しているものです。で、地域に住んでいる人々の体格を測定することによって栄養状態を評価します。子どもについても成長というものを分析していきます。続いて食事調査です。食は人間が生きる最も基本的なものだと思いますが、これのスライドにありますのはアフリカの熱帯雨林に住んでいる狩猟採集民の森の食事です。このような社会においてはインタビューしたり、あるいは質問し、アンケートなどによって食事を把握するのは非常に難しいと思います。そこで研究者、調査者が実際に、そこに写真にも写っていますキッチンスケール、料理用のスケールやバネばかりなどを用いて徹底的に測る、ひたすら測るということを行っています。そうして彼らの食べているエネルギーの摂取量、消費、摂取エネルギー、摂取カロリーですとか、タンパク質や脂質や炭水化物などの栄養素、そういったものを計算しています。で、食事を測るというのは簡単そうに見えて意外に難しいんですね。食べる、人々が食べる直前に食事を測らせてもらわなければいけませんし、食べるのを待って彼らが残したものを測らないと実際に摂取したものというのは分かりません。またこれは大切なことなんですけれども、私たち研究者、調査者も現地では彼らと同じものを食べるということです。もし違った食べ物を食べたりしてますと、対象者の中には自分たちの食べ物を恥ずかしがって見せてくれない、あるいは測らせてくれないということも起きてくるかもしれません。続いて運動です。で、私たちは呼吸をしていますけれども、その吐いた息、呼気というものを集めてそれを分析して代謝量ですとか消費カロリー、消費エネルギーを測っていきます。で、このように現地の人にとってはとても馴染みのない機械、こういうものをつけていただきますので、大切なことはこういった調査を参加してくれる、理解してくれるという人間関係ですとか信頼関係を長い時間をかけて構築していくことが大切です。行動調査です。左の写真は子どもに加速度計と GPS といった機械をつけています。 GPS はもう皆さんおなじみかと思います。最近では携帯電話にも内蔵されていますけれども、人工衛星を利用して地理情報、位置情報を捉えていきます。加速度計というのはちょっとなじみがないかもしれませんが、いわゆる万歩計です。体の動きを重力の加速度によって捉えていきます。このような機械を使わなくても実際に人々の後ろを追っかけていって、どんな時間にどんな場所でどういう活動をしているかということを追跡していく、そういったシンプルな調査も行っています。最後ですけれども人口調査です。
人々に尋ねていってインタビューをして家系図を作ります。これも一人や二人に尋ねるのではなくて、なかなか記憶を思い出せないですとか間違いもありますので、なるべく多くの人にいろんな角度から質問してクロスチェックをかけます。そして正確な家系図を作ります。家系図によって過去の人口構造というものを復元することができます。で、現在の人口に関しましては、実際に一軒一軒家を訪れて、この家にはどんな人が住んでいるかということを尋ねていきます。さらにはコンピューターを使ってシミュレーションを行い、将来の人口の予測も可能となっています。いかがでしょうか。フィールド環境、電気や設備が乏しいわけですけれども、いろいろな方法論、機械を駆使しまして、なるべく精密に厳密にデータを取ることを心がけています。しかし一番大切なことは、先ほども少し申しましたが、実際に調査を行う人々と仲良くなることです。仲良くなって、このような風変わりな調査に参加してもらうということが一番大切です。続きましては駆け足になりますけれども、現在私が大学院生たちと一緒に行っている世界のフィールドのご紹介をしたいと思います。4カ国です。アフリカからはカメルーン、熱帯雨林のカメルーンと対照的な乾燥地帯のザンビア、東南アジアからはインドネシア、そして太平洋からはソロモン諸島です。最近私の関心は子どもにあります。子どもの調査について簡単にお知らせします。カメルーンです。カメルーンでは狩猟採集という人類の最も古い農耕革命以前の制御活動を行っている集団を対象としています。彼らは自然と強く共生をして生きています。左側の写真は先ほどご説明した GPS を子どもたちにつけているもらっているところの写真です。で、真ん中の上の写真はモンゴルといいまして、ドーム型の半球状の彼らの家です。このような家は森の素材を使ってわずか 3,4 時間で簡単に作ってしまいます。中で火を焚くこともできて、夜中もあったかい非常に快適な住居です。森の食事です。先ほどの食事調査でもお見せしましたけれども、狩猟採集社会といいますと、動物の肉ですとか木の実といったような非常に単調な食生活をイメージするかもしれませんけれども、実際は非常にバラエティに富んだ食生活を営んでいます。この真ん中にあるブルーのところ、これは蜂蜜です。で、狩猟採集民は蜂蜜が大好きです。例えば高い木の上に蜂の巣を見つけたとき、どのようにしてその蜂の巣を取るのでしょうか。観察してみますと、木のに登って取るのではなくて、その木を一本切り倒して、わずか一つの蜂の巣のために木を一本切り倒すことも厭わない。もちろんチェーンソーなどはないですから、小さな手斧で何人も30分1時間ごとに交代していて、多大な労力を払って木を切り倒して蜂蜜を食べます。で、実際に熱帯雨林で食べる蜂蜜はものすごい美味しいです。また動物の昆虫も食べます。貴重なタンパク源です。ちょっと見た目は毒々しいですけれども、焼いて食べますと結構いけます。まとめますと、人々は高い運動量、そしてバラエティに富んだ食事をとっておりまして、栄養学的にも問題ありません。そして自然と共生したストレスが小さい、そういう社会に暮らしています。常々こういう伝統的な社会でフィールドワークをして思うことは、このような社会から現代に生きる私たちが学ぶことは非常に大きいということを感じています。続きましてザンビアです。同じアフリカですけれども、今度は乾燥地帯です。干ばつの常習地域、ところが大雨も降ります。気候変動が激しい地域です。ザンビアにおいても食事を測ったり身体計測を行ったりしています。食べ物です。右下にありますのが文字で隠れていますけれども、シマと呼ばれる彼らの主食です。トウモロコシの粉をお湯で溶いて練り固めて団子状にしたものですけれども、その他にもお魚、乾燥した煮干しのようなものです。豆、あるいは右上にあるのは、これはオクラとトマトですかね、そういったものも食べます。で、真ん中の写真はこれはマーケットです。マーケットに車が通りますと、女性たちは農作物を頭の上に乗せて押し寄せてきます。で、車の中にいますと、ちょっと野菜を買いたいなと思っても、車の窓を開けますと、もう手がどんどん入ってくるんですね。で、買ってくれ買ってくれっていう感じで、なかなか買い物するのはエキサイティングで面白いです。で、これは村人に調査の結果を伝えているビレッジミーティングの図です。もちろん電気はありませんので、このように
紙芝居のようにして村人に伝えています。で、彼らの栄養状態は非常に良好です。ところが先ほどカメルーンでもそうですけれども、一般的に発展途上国の農村に暮らす人々の栄養状態といいますと悪いというイメージがあります。実際に身長は低く体重は軽いです。しかしこれは彼らのデータがないからです。彼らの民族のデータがない。そこで WHO などいわゆる欧米人のデータ、その基準値をもとに比較しますと低身長低体重という結果になるわけです。そこで大切なことはデータをたくさん集めてローカルなリファレンス基準を作って、それによって栄養状態を評価していくことが課題だといえます。続いて南太平洋に移りたいと思います。ソロモン諸島です。ここは2000年に入りまして民族紛争があったんです。最近は落ち着いています。またここでは蚊が媒介する熱帯感染症です。有名なマラリアが蔓延しています。で、首都はホニアラといいまして、左上の写真のように高層ビルが建ち、道路は舗装されて車が通っています。ところが車で1時間ほど行きますと左下のような農村風景が広がります。で、ここでは日本のチームとソロモンチームの合同チームを作りまして、定期的に身体か、健康診断を行ってマラリアのチェックなどを行っています。マラリア患者が見つかれば薬を配布して治療を行います。食べ物です。左上にありますようにさつまいもを食べています。その下にあるのはお米です。ただちょっと甘い米なんですね。これはココヤシ、ココナッツを割って中の白い部分をガリガリ削って、それを水で溶いて絞ったココナッツミルクというもので炊いている、そういうお米なんですね。で、ちょっと甘い。また下にありますようにパンやインスタントヌードルですね、こういったものもよく食べられています。右下の写真にありますように村のすぐ後ろはきれいな海が広がっています。ソロモン諸島をまとめますと、熱帯感染症マラリアはどんどん減少傾向にありますが、その一方で近代化都市化によって生活習慣病が出てきています。続いて最後になりますがインドネシアです。インドネシアは皆さんご存知のように経済の発展が著しく、都市において子どもの低体力あるいは肥満化というものが問題になっています。で、左下にあるように随分体格のいい子どもが写真がありますけれども、小中学校で都市の小中学校で体力テストを行っています。右下にあるのが、これは走ってるですね、シャトルランテスト。右上のが踏み台昇降でしょうか。こういう調査を行っています。食べ物です。で、右上の写真のようなお店が学校の敷地の中にずらりと軒を揃えていまして、子どもたちは休み時間になると小銭を持って買い食いをするわけですね。そして駄菓子ですとかいわゆるファーストフード、ジャンクフードといったものをしょっちゅう食べています。右下にあるのは駐車場で、子どもたちは徒歩で学校に来るわけでもなく、あるいは公共交通機関もありません。親が車やバイクで送り迎えをしているということが現状です。まとめますと、車の通学によって身体活動量が下がっています。また買い食いによって過食しています。そして急激な肥満化、体力低下がどんどん進行しています。で、以上駆け足でしたが4つの地域を見てきました。自然環境、社会文化環境は全く異なっていますけれども、どの地域においても人々は生活環境に適応して健康に暮らしています。で、私が最も大切だと思っている自分のフィールドワークで心がけていることですけれども、国際機関やシンクタンクのような上からの大規模なそういうトップダウンアプローチではなく、住民の目線、実際に自分が顔が見える対象者、小規模の対象者を対象として住民目線のボトムアップのフィールドワークをすることを大切だと思っています。実際に現地で長い間住み込んで人々がどうやって健康的に暮らしているのかということを調べていきます。地域の健康問題の解決に向けて貢献していきたいと考えています。最後になりますが、異文化におけるフィールドワークというものは若い皆さんのものの考え方や人生観に大きなインパクトを与えます。ところが今私がお見せしてきたような途上国あるいは伝統社会にわざわざ行かなくても、皆さんが生活しているその場所はすべてフィールドであり、また異文化であると言えます。自分の価値観と違うことに出くわしても、そこで目を背けずに少し立ち止まって考えてみる、そして共感をしてみるということが大切なんじゃないかなと思っています。
観客ではなくプレイヤーとして日常生活の中でフィールドワークを行ってみてもらいたいと思っています。どうもありがとうございました。